ちゃん。何？ちょっとさ、カバン今日見たいんだけどいいかな？え、なんで？え、抜き打ちカバンの中見て。毒でもないじゃないよ。なんか最近カバン変わったじゃん。かわいい。なんか TikTok とかでもコメントに書いてあったから、リーのカバン新しくなったから中身紹介してほしいってリクエストがあったので、今ちょっと時間があったから抜き打ちで見てみたいと思います。いいですか？リーのカバンいいですか？いいでしょ、かわいいでしょ。抜き打ちカバンチェック、リーのカバンです、ね、最近ね、お気に入りのリーのカバンです。めっちゃかわいくない？終わりです。以上です。抜き打ちカバンチェック、ジージとバーバからもらった誕生日プレゼントのお金で買いました、はい、で、リミちゃんのはママが買いました。はい、リミちゃんは黒です。私が白。はい、リミちゃん何やってんの？リミは今日ね、持ってこなかったんだよね、カバンね、リーのカバンね。今日はリミちゃんの誕生日でお台場にいます。っていうか、本当は明日だけどね、誕生日ね。今日は日曜日です。疲れてます。明日雨なのかな。明日雨かもね。今日が唯一、え、でももう明日中止でしょ、プール。中止だけど。え、だってタオルないよ、買わなくちゃ。中止だけどさ、もし中止じゃなければ。どうして中止なの？クラブ活動、クラブ活動があってプール入れなかったんだって。先生たち多分ね、日程組間違えたんだよ。組間違えたね。だからまあいいじゃん、どうせタオルもないし。はい、じゃあとりあえず、じゃあいいですか、せっかくなので。いや、はい、中どうなってんの？おー、こんな感じ、ね、結構ぐちゃぐちゃだ、なんか。まあいいや、抜き打ちなのでしょうがないよ。まず水でしょ。あ、水ね、今の時期お水はね、貴重ですね。お水でしょ。もうだいぶ飲んでます。あと携帯です。あ、携帯ね、それはもうかわいい。あれ、先週までなんかミッキーとミニーのやつだったけど戻ったのね。これが使いやすいんだよ。そうだね。はい、次。あとハンカチでしょ、うん、ティッシュでしょ。ティッシュ貸したらリミに全部取られてる。あ、そっかそっか。で、ゴミが入ってるっていうね。ゴミ入り、ゴミ入り、リミのゴミ、リミのゴミ入り。ティッシュのゴミ、そう。へえー。あと余ったやつはね、なんかポケットに、バラバラだ。しょうがない。リミが取っちゃった。そっか。うん。ちょっと待って、飛びそうゴミが。ちょっと飛ばないようにして。こちら。ああ、これね、あのフライングタイガーで買ったやつ。確かこれ視聴者さんのプレゼント企画にもこれ入れたよね。入れた。お揃いなんだよね。使う機会ある？なくて今考えてもった。そうだね、あんまりでもそんなに大荷物になることが今のところないかなかってからね。でも可愛いよね、これね。あと今日は寒かったけど扇風機。あーね、なんかね、今日は本当いきなり何度か下がってちょっと肌寒いというかね、あまりカンカン照りではない。先週とかその前とか超暑かったんだけど ね。これはどこの扇風機？どこで買ったやつ？ミニソー。あ、そうだ、ミニソーっていうなんか雑貨屋さんで買いましたね。はい。はい、次。自撮り棒。あー、自撮り棒。ひまちゃんとお揃い、色違いのやつ。これもミニソーで。うん。ひまちゃんとお揃い。ね、色違いのやつ。めっちゃ伸びんね、これ。これライトもつくんだよ。あ、そう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 、ね。あれ？ライトつかなかった。あれ？電池切れだ。電池、あの、充電しない。そうだね、充電しないといけないやつ。そうだよ。まだ入ってる？まだ入ってます。はい、イヤホン。あー、イヤホン。こっちが、あの、普通のイヤホンで、こっちがぐちゃぐちゃだね。ぐちゃぐちゃ。抜き打ちだったんだもん。そうだね。しかも抜き打ちでなければ、スパスパ
スパッと切れるんですね。何抜き打ちじゃなければってその意味ないじゃん。いや、はい、次で、ここの部分は以上。あ、以上。中見せてください。どんな感じなの？ポケットついてんの？このポケットついてる。あ、ついてんだね。知らなかったの？え、知らないわはい、じゃあポケット入ってるの？ポケットに外ポケットが1個。イヤリング。あ、イヤリング。あ、今日そういえばイヤリングしてなかったね。朝してなかった、それ。だけどなんか合わなそうだったから。あ、取ったんだ。これはサンキューマートのイヤリングで。ね。以上？以上。はい、以上でした。入ってなくない？そうだね。お財布とか入ってないしね。あ、私お金使いたくないんで。そうだね、最近ね。入ってると使いたくなっちゃう。確かに、それはわかります。だから入れてないの。うん。そうね、まあこんな感じかな。いつもこんな感じですか？いつもは、うん、いつもこんぐらいだと思う。そうだね、あんまり大荷物にならないね、しょうちゃんね。私はね、これと、私はこれと、これと、私はね、本当にこれがあればもう生きていけるから。生きていけるじゃない、持ってる、これだけでいいから。どれ？これだけ？あ、まあね、だいたい今の子はみんなやっぱスマホとかイヤホンとかね。まあしほちゃんの場合特にティッシュ、うんうん、ね、そうね、だいたい、うん、はい、じゃあね、終わります。はい、抜き打ちカバンチェックどうでしたかね。あまりでもそんな女子力があるいう中身ではないかな。ポーチとかないですよね、しーちゃんね。まだポーチを持ち歩くようなあれでもないしね。メイクとかしてないし。そうだね、メイクしてないし。たまにあの雑貨屋さんで買った、うん、なんかあキラキラのなんかリップは塗るぐらい、ね、前なんかリップとか持ってた気がするけどね。最近も疲れたリップ塗るの疲れた。そっか、今日はちょっと立ってください。何、抜き打ちの次はファッションチェックっていうの？なんか乱れてるけど、いくよ、うん、チュキーチュキーやべはい、今日のファッションはなんとこのね、中の半袖の T シャツっていうの、なんかカットソーっていうのかな、半袖のカットソーと、うん、この上の何ピラピラ、こう長いロング丈のこれがセットで、ピラピラ、なんと島村で買いました。これがね、1900円かな。安いのよ。安かったね。で、中のこのね H&M で買った、これも1900円ぐらいだった。で、なんか会員だともっと安いって書いてあったよね。書いてあった。うん、まあでも両方ともプチプラでね、うん、買ったやつです。で、靴が、靴は原宿の靴屋さんで買ったやつで、靴下はダイソー。キャッキー。ん？何？なんか会員って何？会員ってあのなんかね、H&M の会員っていうのになるとなんか値引きがされる。会員って？会員ってなんていうの？会員ってなんていうの？ん？会員だって。何の会員？H&M の会員って何って。カードがあると。ありがとうございました、すずさん、片付けていただいて、ええ、もうほら、綺麗になりました。はい、ちゃんとしまいましたね。よし、じゃあご飯食べに行きましょう、しほちゃん。寝ます。え、寝るのご飯食べに行こうよ。はい、またね。Gummy bear.